大犬座ベータ星は、大犬座の構成で二等星。大犬座の中では4番目に明るい星だが、実際には、アルファ星のシリウスより1300倍もの高度で、輝いており、もし太陽系からの距離がシリウスと同じであれば、金星の15倍以上の明るさで輝いて見える。 0.250日の周期で1.93等星2.00等星の範囲を変更するケフェウスザベータ型変更性で、このタイプの変更性では最も明るく見える。そのため、このタイプの変更性をオーインザベータ型変更性と呼んだこともある。このタイプの変更性は変更範囲が小さいので眼視観測では明るさの変化がわからない。 この星は6時間の間にプラス1.93からプラス2.00等の範囲で変更する。その変更の不安定さから水素核融合を終える最終段階にあると考えられている。この星は現在局所法の中にあり、太陽系から見て円端にある。学名はベータカニスメイジェブリス。固有名はミルザム。 別名ムルジムとも呼ばれたが、2016年6月30日に国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループはマーザムをオインザ・ベータ星の固有名として正式に承認した。いずれもあるマーザムというアラビア語に由来しているが、何を意味していたのかは分かっていない。この星だけでなく、コインヌザ・ベータ星やオリオン・ザ・ガンマ星など、 より明るい星が続いて登ってくる。他の星もあるマーザムという名が付けられていたことから、何かそれに関係した意味の言葉であったと推測されている。ありがとうございます。